川玄毛地獄川玄毛地獄は、秋田県湯沢市高松番沢にある、噴気地帯および霊場。青森県の恐れ山、富山県の立山と並ぶ日本三大霊地の一つと言われている。近くに川玄盲湯滝がある。標高は約800メートル。塩酸酸性の熱水噴出により、1.00.4キロメートルの範囲にわたって、 溶血業海岸の源の岩が経過し、開白色の景色を要している。この範囲の中に水蒸気噴火によって形成された爆裂加工があり、火山ガスの噴出など、現在も活発な噴気活動が続いている。湯沢ジオパークのジオサイトに認定されている。川原毛地獄は三途川カルデラのほぼ中央部に存在する。この三途川カルデラは、 約120万年前に軽石流を噴出した大規模噴火で形成された。高松岳はこのカルデラの中央部に位置する後、カルデラ火山で30万年前から20万年前にかけてデーサイト質の溶岩流や火砕流堆積物を形成した。20万年前以後にカルデラ内でマグマ噴火が発生した痕跡は確認されていない。しかし、 現在でもカルデラ内は高松岳を中心に、地熱温度が非常に高く、おやす京温泉や泥湯温泉などの温泉資源に恵まれるほか、地熱エネルギーを利用して、上野大地熱発電所が設置、稼働している。カーゲンモーオ奥は、蒸気の火山活動の後に発生した水蒸気噴火が繰り返して形成された爆裂火口である。周辺では、至るところで、 硫化水素を含む火山ガスの噴気が見られ、噴気口周辺には硫黄結晶が積出している。1623年から1966年にかけて硫黄の採掘が行われていた歴史を持つ。ヤマタヌキランが生息分布しているが、この場所に好んで生息しているわけではない。噴気口からより離れた場所、すなわち中性よりの土壌 p h ほどヤマタヌキランの 生育が旺盛になることが明らかになっており、この場所での生息を余儀なくされていると推察されている。周辺地域には、ヤマタヌキランの近縁種とされるタヌキランが広域的に生息分布しており、タヌキランとの強い負の主観相互作用がヤマタヌキランの分布を追いやったという考えがある。八百七年に、月相五章が、霊痛山崎ゆでを混流したことが霊場としての、 始まりである。恐れ山、立山と共に、日本三大霊地として数えられ、女人近世の主源の地であった。月相王将が、周辺の祈願や池を、地の池地獄や、針山地獄など、136カ所の地獄に見立てた、ことが、川源毛地獄の名称の由来になったとされる。二十九年には、縁人が当地を訪れ、ホラヘビ地蔵と自作のお面を奉納した。 1393年、眉寺が梅真由美商人により、三津川の十王坂に移築。さらに同時は、小野寺氏によって、1459年に、現在の湯沢市伊奈庭町和沢に移築され、事後を、例通り山光沢寺と改めた。1623年から、久保田藩が、異様採掘場として、採掘を開始。以来、 1966年まで用を採掘していた。1987年に川玄牧地蔵菩薩が建立される。ありがとうございます。